はい、レザーシオニーのニコです。こんばんは。レザークラフトやってますか？いつも YouTube をご覧いただきありがとうございます。少し久しぶりになりました。すいません。最近はね、オーダー制作したり、そうですね、ライブもね休んでるんですよね。で、オーダー制作したり、イベント、あさってイベントなんですよ。5月の4日、イベントで奈良株ミーティング、そちらの方の商品作ってたり、今一番はね、ショート動画もうバンバン上げてるでしょ。ショート動画をちょっと頑張って作ってます。そんな感じでちょっとね、ちょっと動画を撮るのが遅れてました。でね、今日はね、久しぶりにプロの作業場っていうの、僕のね作業場をちょっとお見せしようかなと思って、ね、なんか見たいって言い張る人結構いてるんで、ここがね作業場じゃないですよ、実は。このね、いつもライブやったりこの動画撮ってるとこ、ここはね、一応なんていうの、こう来た、レザークラやってる人が来た時とか、そのお客さんとかと喋るとこであって、ワークショップとかをやるようなところなんですよね。こっちの方がね、なんか綺麗なんで、僕の作業は汚いんで向こうにあるんですけど、あまりお見せすることは本当は嫌なんですけど、ちょっと見たいって言い張る人もなんかの参考になるんやったらなと思って今日は撮ろうと思うんですけど、そうなんですよ。こっちの方がね、見場なんかいいじゃないですか。なんか綺麗でしょね。なんですけど、ちょっと作業場とお見せしようかなと思ってます。でね、それ終わったら珍しいことやろうと思って、 Amazon でね、レザクラのね道具をちょこちょこ僕買うんすよ。線量とかもね、今回これどうなんやのと思うやつがあったんで、ちょっと3つぐらい買ったんすよ。なのでそちらのね、レビューみたいなのしようかなと思ってますね。もしね、それで使い勝手が良かったら、地方でやってる人ね、レザクラやってる人多いなと思ってて、地方ってあの問屋さんとかあんまりないって聞くんで、売ってるとこがないって。アマゾンで買えたらね、アマゾン結構全国どこでもね配達してくれるじゃないですかと思って、アマゾンで結構ね、そういうこと思って僕見てたりするんですよね。でこれどうなんやろうって思うやつがね、あったんで、それを買ったんで、それのレビューをしようと思ってます。ちょっとそうですね、ほんだら作業場を見てもらいましょうかね。片付けも何もしないんですけどね、ちょっとほんだらお見せしますね。はい、こんな感じです。さっき撮ってたとこはここで、その横ちょっとこう仕切ってあるんですよね。うち上と下、カウンターがあって、上にもちょっとあって、で仕切ってあってこっちがで、ここはね、家族の写真があったり、このでっかいね、なんていうの、大理石、これがね、これいただいたんかな、いただいたんですよ。これがねすごく重宝するんで、やっぱりこれをずっと引いてます。引きっぱにしてて、その上にビニプライ、ビニールマット引いてます。やっぱねこれねあるとね、すごく仕事しやすいですね。前もこれなかったんですよ。この上に、ゴム板、黒いやつね、今でも使うんですけどね、大理石とか普通の机の上にこれ引いてたんですけど、やっぱりねそれよりもこう刻印打ったりするときに下硬い方がねやっぱりいいんですよね、入りがいいんで。ほんでもう直でこれ引いてるんで、皮切ったりもできるしっていうね。僕はもうこのセットで大理石引いて、ビニールマット引いてます。でそうですね、ここにもね大理石あります、2つ。こっち重たい方ね、こっちはこれも重たいけど、本とかもあんな。そう、電源で、そうこうやって、汚いでしょ。メモ用紙、定規類、定規はここにもあるかな、 L 字が2つで、切るよ。ほとんどこれですけどね、こんなに言ってる。でね、これは言っとこう。
これね、コーナーのステンレスの定規、これいいっすよ。裏に滑り止めついてるんで、なかなか滑らないです。川に普通の定規引いたら滑ったりして危ないしね、ずれるじゃないですか。でもこれはね、なかなか滑りにくいです。でね、ここに、まあ僕がよく使うこれね、昔この雑貨とかも結構お店で売ってたんですよ。あれ、どういった、その時に販売してたプラスチックの容器、販売してないんでこういう風に使ってます。こう、ドットジャンパー入れてますね。ドットジャンパー、ニッケル、ブラス入れて、その上からこうスーベルナイフやったり、カシメルツヤツヤやったり、ドットジャンパーにするでしょ。でハトメッキ、僕が一番使うマルキリね、マルツイ、マルキリとかね、まあ、こっちはウッドスリッカーですね、コーンスリッカーとかヘラとか、ハサミとか、ホッチキス、文房具とか、こんな風にまとめてます。で糸でしょ、もう雇用の、ほんで針で、これは肩凝った時用でここにね、ステンの、板、これもカシメ打ったりいろいろ使いますね。まあなくてもこれはいいんやけど、この平のやつってね、意外にあんま売ってないんで、これホームセンターで買ったんかな。でゴム板のちっちゃいやつ、これ硬いやつですね、硬いやつ、これ結構使いますね。隙間とかを穴開けたりするときに使います。最終で穴開けたりするとき、僕だいたい金具とかつけるの最後なんで、その時に穴開けるのに使います。で僕作業しながらね、基本映画見るんで、iPad、 古い iPad、 これも映画見るようなんでほとんど使ってます。ほんでこの後ろにペンチ系、普通のペンチ、これいいっすよ、ネジザウルス。ドットジャンパーとか、舐めたネジとかこれ掴めるんですよね。これめっちゃ1個あると便利です。ドットジャンパーがね、失敗した時とかね、取りにくいじゃないですか。これでね、グイッグイッてやったらクチンって取れます。ネジザウルスね。でこれがソフトタッチプレイヤー、これもいいですね。金具とか、二重管とか C 管とかつける時、傷つかないんで、ここがねちょっとねバカになりやすいんですけどね、まあまあでも結構長く使ってますね。でこっちはね、ハトメ抜きの大きいやつとか、カッターナイフとか、これね、ヤスリ、丸ヤスリ、丸ヤスリも結構使いますね。ドットジャンパーとかの穴を広げるときとか、ロックタイト、ネジを固定するやつね。でビスとか、でドットジャンパーのショーのニッケルブラスで、何やろ、手染めしたときタッチアップするとき用に爪楊枝で、1000番、400番、40番とかですかね。で刻印関係で、モールもねあんま使わないですけどね。でこれハトメとかのやつですよね。で何かしらね、何やろ、綿棒はよく使うんで、綿棒、あと、ボンド塗るとき用の革の歯切れ、こんな感じかな、ここは。でまあギターのアンプとかこんな感じですかね。まあもうこっち側から見るとこういう感じです。だからね、結構汚いですよ、ほら紐関係ブワーって、こっちは本当に汚いですよ、こんな感じです。でこっちシルバーとか荷物置きになってますけど、シルバーのこの何やったっけ、リューターのやつとかね、こっちはシルバーやるよ。
この辺金具系入ってたり、型紙入ってたり、汚いっすね本当に冷蔵庫。こんな感じです。でこういう風になってるんですよ。もうでいつも取ってるのこちら。で副調味ですよね。入ってきて右左側がこういう風に商品並んでて、左側はこういう風になってます。さあ次はあれですね。Amazon のレビューの方しましょうか。では次はちょっとレビューというか Amazon で買ったもののね話をしていきましょうかね。まずねこちらよくこういうの売ってるでしょ、ビット小刃磨く時の電動工具につけるでね、僕ねずっと使ってなかったんですよ。手でねコンスリッカーで磨いてたんですけど、ちょっと一回ねどんなんか使ってみようかなと思ってね、使わんとねレビューするのあれやなと思って、で僕持ってるんでねいいやつを、だからスリックスオンやったっけね、2,3,000円で売ってるようなやつでもねこれが使えるんやったらいいなと思って、ちょっとほんだらやっていきましょうか。こうつけてね、で5ミリ圧をまずやってみましょうか。まあいつもみたいにベルト作るときみたいに CMC 塗って、さあどんなもんだろう、これはちょっとドキドキなんですよね、ほんまに使ってないんでまだ。こんなもん、ちょっと早いか、こんなもんかな。よし行きます。なるほど、これやべえな。めっちゃ楽。何これ。もうちょい強くてもいいかな。これはベルトとか長物やるときは特にいいかもしれん。あ、やべえこれ。これ使おうかな。これ使うな。さっきもベルトを5本ばかし今日やってたんですよね。これでやったらめっちゃ早かったな。うわ、めっちゃ綺麗になる。見て。すごいピッカピカ。うわ、やべえな、これ。めっちゃいいわ。ちょっともう片方やってみよう。ね、普通に CMC 塗ってね。すごいねこれ。ちょっともう一個の方やってみようか。刺すだけやからね、このね一番大きいところ。綺麗になるね。やっぱり手で磨くよりやっぱり綺麗になるな。ツヤも出るし。すごいな。いやこれあれっすね。そうやな。
腱鞘炎とかになりやすい人、女性とか、やっぱりこうね、力あんまりこう使うとしんどい人は、ホームセンターで3000円ぐらいの安いの、安いね、電動のやつ買ってこれやんのはいいかもしれん。全部が全部これ使うとね、なんかハンドメイドさんもなくなるかもしれんけど、でもある程度やったらこれ使ってもいいと思うな。すごい、僕は今度からベルトこれでいこう。ちっこいものはね、手の方がなんかやってる感出ると思うねんけど、うわすごっ、つるつる、ほら見てツヤも出てるし、めっちゃ綺麗。ちょっと薄いやつもやってみましょうかね。え、薄いやつ、あんまりね、道具はね、手が覚えるまでね使わん方がいいって言ってるんですけど、まあ、僕はね、もう言うて手が覚えてるんで、僕が使うのはあれやと思うんですよ。ただあんまりね、その革やり始めたばっかの人はやっぱりそれでもおすすめはしないですけどね、ほどほどにした方がいいです。こういう機械系ね、道具はあれなんですけど、やっぱりね機械って高いし、言うてやっぱりお客さんはどこまでもやっぱり手でやってるとこになんか価値観を覚えてる人って言ってるじゃないですか。こう生産性とかじゃなくね、これちょっとやってんのも気持ちいいねんな、これ。これ手に振動が来るから、あ、薄いのよりも分厚い方がなんか綺麗になってる感あるな。あ、いや、薄いやつもやっぱいいな。これ今2ミリやってます。さっきの5ミリですね、ベルトの。こうこっち側にね、こうどう、どんなもん、あーすごい、ちょっとここ気づくな、こうやりすぎたら気づくな、あーすごい、あーこれはあれかもしれん、貼り合わせしてやってコバ色ね、 CMC 使わへんとコバ色塗る場合も段地が綺麗に収まるんで、いい感じに色乗るかもしれないですね。コバ綺麗に仕上がるかもしれないです。いや、ちょっと良かったです。これね、そんな高くないですよ、2000円も新品ぐらい。まあ概要欄に貼っときますけど、黒炭のやつらしいんですよ、これ。これ Amazon で買えます。ビット2つセットです。で次がね、こちら、これ何か分かります？型抜き。すごいですか？こんだけセットの。これで、これも2000円とか3000円新品ぐらい。で、これってどうなんと思ってて、抜けんのと思ってたんですよ。こうね、昔の、スマホの型とか、まあ、これ組み合わせたら今のやつでもいけると思うんですよね、今のスマホの。そういうのに使えるなと思って買ってみたんですよ。でこれが抜けんのかなと思ってて、まあ僕プレス機あるんで、置いてプレスストンってやったらいくらでも抜けるんですけど、要はハンマーでプレス機持ってない人、ハンマーでいけんのかなと思ってちょっとやってみます。2ミリの革で、皆さんね、
あんまり分厚い皮使ってへん人やったらいいやと思うけど、2ミリで抜けたらね、薄いやつで抜けるでしょ。やってみます。ちょっとここのリーチが短いんで手がね当たったりするけど、もう綺麗に抜けますね。2ミリやから結構しんどいけど、もっと薄い皮やったら全然これ、しかもねやっぱちゃんとオイル錆びひんようについてるんで、最初ここがちょっとずれてんな。なるほどね。若干溶接が弱いかなって思うとかはあるな。ここ溶接やってるんですけど、ここ下の方ずれてるんですよね。まあこういうのはあるかな。スマホのカメラの昔のやつとかにありそうな。まあまあまあ綺麗に、まあ最終的にこれ、どうしよう。そうなったらなんかこうまあこことかね、こうちょっと残るんですよ。というかまあペーパーとかでやって取ったら。こういうペーパーで、ちょっとこうやってペーパーってからすぐ綺麗になるんで、これもまあまあ僕らみたいにプレス機持ってへんくて、そうはね薄い皮で使ってる皮がなおかつで型抜き欲しいけど、まあ僕がお願いするやつはこれなんですけどね、こういう厚みがちゃうねんね、だからしっかりしてんねん。ほんで溶接もやっぱりしっかりしてますね。なるほどね。でもこれはねプレス機じゃないとなかなか抜けないとこあるんですよね。これはやっぱりね一個これが買えるぐらいします。まあいろんな形によりますけど、でまあまあ手っ取り早く型抜き欲しいなって思ったら使いたいなと思う人はまあまあいいかなっていうぐらいですね。でね、溶接が弱いんで何回かやってると多分パカって割れてくるんちゃうかなって思いますけど、まあ使えんことはないと思います。アマゾンもすごいね。で最後こちらです。 R 定規、これはやっぱりね革やってる人はね持っといた方がいいと思う一つではあるんですよ。R ってやっぱりね革ってね絶対 R を作らんダメなんですよね。それ革が強いって言ってもここが直角であると、作品が直角であるとこうやった時にこうなるじゃないですか。これが R だと結構ねこれをね軽減するんですよ。まあちょっとなんて言ったらいいかな、だからねヘリを落としたりするじゃないですか、コバを磨くっていう。でこの絵はねいろんな R があるんですよね。作品のよしデザインにも出てくるし、これは10カラーのか、10、12.5、15、15、20、25、30、35点、いろんな R があるんですよ。でねこういうのってねこうこれね1,400円する。バリがあったりするんですけどね、安物は。あ、これないですね。あ、すごく綺麗に作られてると思いますね。
昔買ったやつすんげえバリとかで出てね、あの後からペーパーで磨いて使ってたんですけど、これはおのずとね、言わずもがなんですけどね、例えば20のある書きたいなと思ったらこう20に合わせてこうやろうか、こっからここまでってちゃんと、あ、線も入ってるね、こっからここまでって、こっからここまで使うと 20R になりますよって。あ、これ素晴らしいですね。前のやつそんななかったような気がするな。でこう後からね切ってもいいし、これねステンでできてるんですよ。これプラスチックとかじゃダメなんですけど、例えばもうこのまんま押さえて切ってまうっていうこともできるんですよ。R 字道具あんまこの辺とかねあんまり使わないですけどね、この辺まあ10万も使えへんかな、15、20、20とか30とか、この辺はやっぱ使いますね。うん、いろいろなんていうんやろ、なんていうんやろ、デザインとかで R 使いたい人は、うん、こういうの一つあれば楽やと思います。あのもう分度じゃコンパスとかでやる人もいますけど、うん、こういうのあると楽ですね。ほんでこれね、一つあのねワンポイントするなら、後ろにね薄いねあのクッションシート貼るんですよね、ほんま薄いやつ。みんなねこうやって滑らないんですよ。結構おすすめですそれ。僕もねあのホームセンター行って覚えてたら買ってあのつけたりするんですよ。さっきのあの定規みたいなもんね、おすすめです、おすすめですね。っていうかでさ、え、アマゾン使えるな、びっくりやな。だからね、そうこのビットこれはもう間違いなく使えるね。ちょっとベルトとかはねさすがに僕もこれにやっていこうかな。あんまりね全部が全部やるのもねやっぱりねあれなんで、ビットは使うね、ベルトは特に今日5本やったのに、ベルトは先にやればよかった。でこれはね、うーん、そうやね、何か細かいあの型抜きの時、あの僕プレス機あるんで使っていこうかな。これは普通に普通におすすめです。あのね高いのいらんと思うの本当にね、まあ、この辺もそうですけどね、高いのはもちろん高いだけの良し悪しはあるんですよね。ただ稼いでからでいいと思いますよ。うん、まずはあちょっと変えようか。はい、あ電気そう、こんなんもね持ってますからね。僕はねいろいろね一応買ったりするんですよ。ただねあんまり使わないですよね、ぶっちゃけ。でも、ね、特にね、なんやろ、あんまり売れてない時とか、自分のこの方向性が決まってない時ってね、あんま使わないんですよね。なので、僕、ようやくかな、ようやくこんなん使っても、なんかいいかなって思い出したんで、うん。最近いろいろと物色、ほんでね、皆さんにこう、なんていうの、参考にしてもらえそうやなと思うんで、やってるんですけど、まずは稼いでから、買ってもいいかなと思います、高いのはね。安いので、まず行ったらいいと思います。僕なんかほんまにさっきの作業場見たように、いや、ほんま安い道具ばっかりですよ。ヘリ落としとかも、もう全然高いの一つは思ってないです。でもこれだけの作品はできますからね、うん、なんでね、高いのはまた今度でとりあえず Amazon とかでいくらでもね届けてくれるんでね、安くてね使ってみて、そこからなんか次の段階行きたいなって思うときに高いの買ったらいいかなと思います。さあ、うん、ね、今日はこんな感じで、うん、終わりましょうかね、うん、ぜひ皆さん、あ、そうそうそう、ちょっとだから僕が使ってる道具とか染料とか工具類をちょっと一つまとめました。参考になればいいなと思って、概要欄の方にね、ニコのおすすめ、僕今18年やってるんで、レザークライル18年のニコの使用している道具や染料工具って
あの一つのブログにまとめましたんで、そこからね購入とかもできるんで、参考になればいいなと思います。ぜひ見てください。今日こんな感じで、参考になれば嬉しいです。一緒に楽しみましょう。ありがとうございました。では。